かわいいメイドの引っ越しセンターか。こんなのに頼んじゃったけど大丈夫かな。はい、来た来た。失礼します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 。せーの、はじめまして、マスリン様。うわ、本当にこんな可愛い人たちたくさん来た。本日は私たちがご主人様のお引越しをお手伝いします。あ、どうかよろしくお願いします。私たちに何でも申し付けくださいませ、ご主人様。いいんですか？もちろんです、ご主人様。あ、じゃあ早速この荷物を運んでくれたまえ。はい、何ですか？私、上から目線の人って苦手なんですよね。どういうこと？ああ、ご主人様なんて言うからちょっと命令口調で言ってみたんですけど。はあ、すいませんでした。じゃあこちらの荷物を1階まで運んでいただけますか？重いものを持ちたくないな。で、引っ越し屋さんなのに？だって重いもの持ったら筋肉ついちゃうじゃないですか。そうかもしれませんけど。筋肉ついたらやだな。引っ越し屋さんが荷物運びたくないって。じゃあトラックで引っ越し先まで荷物を運んでもらえるんですよね？私たち免許持ってません。免許もないの？え、引っ越し屋さんなのに。ちょっと待って、どういうことだろう。さ、はい、ぶっちゃけ働きたくないんだよね。すごいこと言うよね。じゃあ何、一体何しに来たの？私たち帰った方がいいですか？帰る？ごめんなさい、ごめんなさい。いや、帰らなくていいです。うん、可愛いから。そうだね。こんな可愛いメイドさんの引っ越し屋さんじゃ仕方ないか。じゃあ荷物は僕が自分で運びますから、皆さんはゴミの片付けとかお願いできますか？はい、ご主人様。可愛いな。よし、しょうがないな。あ、私、力が強い男の人って好きなんですよね。私も腕の筋とか見るとドキッとしちゃうよね。わかる。じゃあ運んじゃおうかな。頑張れ。はい。よっ。あ、なんだ、意外と軽い。見てないじゃんね。ちょっと何してるんですか？ちょっと。はい。このアルバムは捨てていいですよね。なんで真っ先にアルバムから捨てようとするんですか？これ普通大事に取っとくもんでしょ。だってゴミ捨てしろって言ったから。アルバムはゴミじゃないから。昔はこういう人と付き合ってたんだ。ちょっとなんでさっきから勝手に人のアルバム見てんですか。彼女みたいなことしないでくださいよ。うわ、今会ったばっかりで彼氏面するのやめてください。いや、捨てませんけど。あんた元カノの写真捨てられないタイプなんだ。いや、ほっといてくださいよ。もうそんなことどうだっていいでしょ。しほら、全然進んでないじゃないですか。私たちやっぱり帰った方がいいのかな。帰らなくていいですよ、可愛いから。実はそんなに怒ってもないんだ。よかった。じゃあ皆さんでクローゼットの服整理してもらっていいですか？かしこまりました、ご主人様。返事は最高に可愛いな。すいません。あ、はい。この服なんですけど。何ですか？ご主人様にはちょっと似合わないかと。ちょっとほっといてくださいよ。何ですか、人のワードローブを。ねえ、はい、こんな服あげた覚えないんだけど。いや、もらった覚えもないですもん。ねえ、はい、これも持ってくの？その持ち方嫌だったら触らなくていいですから。もう見て見て、ブカブカだ。ちょっと何やってんですか、人のもの勝手に着ないでくださいよ。なんだ、好きなのにな、男の人の匂い。もう本当に可愛いな。これなら似合いそうですよ。ん、着てみてください。あ、今はほら片付けを先にしなくちゃいけないから。私も見たい。私も見たい。わかりました、喜んで。はい。まあそんな自信ないな。いや、どうですか。なんて顔するんですか。だって似合いそうって言うから来てみたのにね。なんだろうの。ちょっとこれダメですか。もはや感情がわからない、その顔じゃ。わかった、みんなでバカにしてるんでしょ。
僕のこと嫌いなんでしょう。嫌いだったらわざわざこんなところに来てないよ。来た、ツンデレ最高だな。もうじゃあ、次は皆さんで寝室片付けてもらえますか。初めて男性の部屋に来て、いきなり寝室はちょっと。いや別にそういうやらしい意味じゃないから。こういう人が一番怪しいんだよね。何言い出すの、そんなこと全然ないから。あなたってそんな人だったの。幻滅しちゃった。ちょっと何勝手に幻滅してんですか。もうはい、今からお友達呼んでもいいですか。いきなりだな。おい、コンパじゃないんですから。ダメですか。ダメですよ。何人で引っ越しやろうと思ってんですか。はじめまして、ご主人様。うわ、またこれかわいいな。ごめん、ご主人様がダメだって。そうなんですか。すいません、じゃあ私帰ります。いや帰らなくていいよ、だってかわいいから。料金も追加になっちゃうんだけど。いや払うよ。通常の倍の料金ですけど。倍？倍か、倍払うよ。ありがとうございます、ご主人様。私ご主人様みたいな人タイプなんです。なんだか緊張しちゃう。え、君本当？あ、嘘です。なんで嘘か。失礼します。え、あ、もう本当帰ったよね。嘘つきに来ただけじゃない。ご主人様、はい、いつになったら引っ越し終わるんですか。いやそりゃこっちが聞きたいよ。だってみんなが何にも手伝ってくれないから。あ、そろそろ時間なので私たち失礼します。嘘だよ、何にもやってないのに。本日の料金53万円になります。高いな。おい、せーの、毎度ありがとうございました、ご主人様。揃ってないな。大丈夫なのかな。